腸管出血性大腸菌とは、ベロ毒素、または、シガ毒素と呼ばれている毒素を産生することで、病原性を持った大腸菌である、病原性大腸菌の一種である。このため、ビテックやエステックとも呼ばれる。この菌の代表的な血性型別には、O157 が存在する。この菌による感染症は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により三類感染症として指定され、確認した医師は直ちに所轄する保健所などに届け出る必要がある。腸管出血性大腸菌による感染は、ベロ毒素酸性性の腸管出血性大腸菌で汚染された食物などを経口摂取することによって起こる腸管感染が主体である。 また、人を発症させる菌数はわずか50個程度と少なく、強毒性を有するため、二次感染が起きやすく注意が必要である。また、この菌は、強い酸抵抗性を示し、遺産の中でも生残し腸に達する。大腸菌は、耐熱性菌体抗原である、黄抗原160種類以上と、液熱性の弁毛抗原である。 H 抗原60種類以上によって分類される。したがって、腸管出血性大腸菌などの血性型別を表記する場合には、エシュリキアコライオー157、エッチ7などと表記する。腸管出血性大腸菌は、無症状や軽度の下痢から、激しい腹痛、貧回の水曜瓶、著しい血便などとともに重篤な合併症を起こし死に至るものまで、 様々である。感染力は、比較的強く他の食中毒原因菌の一重から、100の100から 1000CF の摂取で感染が成立するとされている。症状の発症とは関係なく、糞便からの病原体の分離、分離した菌種の毒素酸性性の確認、または毒素遺伝子の確認、同時に毒素型、抗体系を知ることができれば、 より効果的な治療につながる。症状、季節、年齢など様々な要素を考慮した診断をもとにして、それに応じた対症療法が行われる。ありがとうございます。